ねえねえ兄ちゃん知ってる？何のこと？飼い主って言ってもいいよね。飼い主、オイラに隠し事してんの。兄ちゃん、あのね。え？本当に？え？うちに家族が増えるの？らしいよ。ママったらまた卵を産んだのか。ビオファミリーダイアリー。なんだびっくりしたよ。そういうことか。新しい家族迎えるのかと思って焦ったよ。まさかそんなことになったらストライキだ。その新しい家族ってまだ若いらしいよ。まさかひなじゃないだろうな。違うけど、僕たちより若いんだって。それは許せない。ファミリーの一番の若手は、おいらたち兄弟だ。みんちゃん、意地悪したらダメだよ。そいつの出方次第だな。生意気だったら、一発かましてやらないと。女の子だったら、どうする？お嫁さんにする。みんちゃん、残念だったね。世の中はそんなもんさ。その子、目がなくっていう病気らしい。そうなんだ、じゃ治るんだね。ママは今すっごく元気だから、その子も良くなるよ。パパはもう年だから病気にならないよう気をつけてね。来月5歳になるだろ。もう立派なおっさんだな。
りっくん、なーに？ゆうちゃん、うつる病気らしいよ。だから治るまでは近づいたらダメだって。ちっとも挨拶に来ないけど、どういうこと？礼儀はわきまえてほしいわね。聞いた話によるとネガバクらしいわ。それじゃ挨拶は無理ね。ネガバクは辛いのよ。ティンク、あなた経験者だものね。そうよ、ママ、薬は苦いし外にも出してもらえなかったんだから。どいて、邪魔。飼い主、まさか新入りにこっそり美味しいものあげたりしてないわよね。ならいいわ。最近はおやつもくれないし、主役の動画も撮ってくれないじゃないの。男子ばかりひいきしてるとそのうち大変なことになるわよ。わかればいいのよ。ピオファミリーは誰のおかげで続けられてると思ってるの。何？そうよね、わかればよろしい。